皆さんこんにちは、村人の霊夢です。皆さんこんにちは、村長のマリサだぜ。やっこ、村民の用務だよ。今日もこのお前が英雄になるんだよな世界で名を上げるために頑張っていこう。前回、わしらはバグマスターさん討伐の道すがら、ホーリーネーションさんに勝ち込みかけられていたアドマグの町を救援したわけでござりますが、現在はそこからさらに南西方面に舵を取り、ここ、ウォッチャーズリムと呼ばれるエリアにて、賞金稼ぎさんたちのキャンプ場に立ち寄っているところですぞ。バグマスターは無限の宝、すべての土地の中で、最も大きい戦利品の入った壺を持っているんだよ。なんかうさんくさい話だね。無限の宝ねー、私には餌をおびき寄せるための釣り文句に思えるがな。この世界で何も持たない俺らが生き残るには、バグマスターが溜め込んでいる宝物が必要なのさ。金銀財宝なんて、たくさん持っていてもろくなことはありませんぞ。ああ、本当にな。ぶん殴ったろかい。は？アドマグの町を立ち、ラストスタンド砦を越えて数時間ほど走ってみたが、ここ、ウォッチャーズリムと呼ばれるエリアは、バグマスター討伐を夢見るバウンティーハンターどもの休憩スポットになっているようだ。うわぁ？どうかしたんですか？賞金稼ぎさん、うなだれちゃってるね。もうやだ、バグマスターを倒して賞金をいただくなんて、グロック、酒をたらふく煽っている時のヨタ話だよ。ふふん、この酔っ払い目、大方酒が抜けたら怖くなっちまったわけか。あ、こんなの自殺行為さ。バグマスターさんって、そんなに怖い方なんですか？極悪犯ってのは聞いているけど、私たちバグマスターがどんな人なのか全く知らないぜ。いろいろ噂はあるんだ。奴は輪廻転生したバグの神様で、この土地、アラック盆地に生まれ変わり、新しいバグの時代をもたらし、世界を乗っ取るつもりらしい。怖い怖いという割にはよく下の回るこったな。喋っている時が紛れるんだよ。ああ、もう酒も切れちまった。この辺りはすでに雲の領域。あまりおしゃべりしすぎずに、じっと死んだように静かにした方がいいよ。ご忠告ありがとうございます。ここの人たちって、外見無才けど悪人ってわけじゃないみたいだね。うむ、ここにある寝袋も、我らのような旅人に無償で貸し出してくれているようだ。オクラン、我らを絶望的な状況からお救いください。この方たちもオクラン教徒なんですな。世界を旅していて思ったんだけど、ホーリーネーション領以外に住んでいる人たちも、意外と聖火の経典、オクラン教の聖書を家に置いていたりするんだよね。おそらくはホーリーネーションとは信仰する宗派が違うんだろうが、この荒廃した世界だ。雷なんなりにすがらなければ精神の均衡を保てないんだろうぜ。わしというアイドルが降臨した以上、そんな偶像崇拝にもピリオドが打たれたわけですな。それで村長、結局、バグマスターがいるのってどこなのかね。わしの笑顔が世界を救う。そう、わしこそが荒人神。全くもってわからんちん。ああ、そういう態度に出るんですな。とりあえず、大陸南西部にあるアラック盆地、そのど真ん中を隊列を組んで進んでいくとしよう。なんだか、盆地っていう割には、岩ばっかりで平らな場所がないね。これはクレーターだ。ルカさん、この場所から生きて帰った人数よりも、噂の数の方が多いんだ。クレーター？ふむ。大陸南西には、確かすぐ隣にもクレーターエリアがあったが、悪名高いバグマスターがここを居城にしているのも、おそらくは偶然じゃないんだろうな。バグマスターの噂は尽きない。カンの兄貴は何か知っているわけ？昆虫の神様だとか、古代人が生み出したミュータントだとか、ただ一つ言えるのは、彼が客人を歓迎しないってことだけさ。もう帰りたいとです。ナイスです、ミュウさん。バーンやグインあたりは、バグマスターの正体を知っていそうな気もするが？そこに行くのと同じさ。ただのモンスター。それ以上でもそれ以下でもない。この世界で最も名の通った大ボス、早くその姿をこの目で見てみたいもんだぜ。あの賞金稼ぎのよそ者どもには、残念賞をくれてやろう。レインさん。バグマスター。レジェンドの首を打ち取るのは、最も強いシェクの戦士であるべきだ。それって、私のことだな。村長はいつからシェクさんになったんです？まあそもそも、バグマスターってのが人型なのかもわからん。もしかしたら、メガラプター張りにバカでかい雲である可能性もあるぜ。もう、レイドボスですな。万が一バグマスターさんが規格外の大きさだったなら、みんなで囲んでボコるのも一つの手かもね。量産性ではないようだが、赤い雨も降ってきた。とりあえず、このまま道なりにアラック盆地を踏破しつつ、目についたそれらしき場所をどんどん探索していくとしよう。あやい、ふっひ、ようやく今回でバグマスターの面を拝めそうだぜ。はぁ、もうしつっこいね。ああ。新境地があったなら、間違いなくミュウは崩壊寸前ってなくらいの数だな。一つの群れだけで20体以上のスキンスパイダーさんたちがいますぞ。その群れがそこら中にいるんだもんね。この先の赤い湖、そこで水浴びしているスパイダーたちもいたぜ。まあ、ブラッドスパイダーじゃないだけまだマシか。こいつらを操っている存在がバグマスターなわけだな。一撃で10前後のダメージをもらっちゃいますからね。寝袋は一応持ってきていますが、こんなところで横になっていたら、それこそ雲の餌だよ。ベイベの鎧のおかげで、ダメージはカットできているが、今の我らでも、あまり長居できるような場所じゃないな。はい、とりあえず、この近くに2つ。
未踏のスポットを発見しておりますので、周囲を警戒しつつしらみつぶしに当たっていくとしましょう。お、雨が止んだぜ。不安定な気候だな。まず近くに見えていた建物、これは倒壊した遺跡か。ですな、残念ながら、内部に入ることはできないようです。なんとなくだけど、ここがアラック盆地のクレーター、それができる原因になった震源地のようにも思えるね。ふむ、建物をチェックしてみたところ、この水に沈んだ遺跡は研究所ではなく古代の城塞だったらしいな。城塞？古い時代のお城が、この場所にあったってこと？うむ。おそらくな。ただ、内部からの爆発で壊れたにしては綺麗すぎる。他の派閥の方たちによって、ロケット兵器でも打ち込まれちゃったんですかね。勢力名が無所属になっているぜ。これってつまり、第二帝国所有の建物じゃなかったってことなのかな？ああ、てっきり旧帝国時代ってのは、現状見たくホーリーネーションや都市連合、シェク王国といったように勢力が分かれているんじゃなく、第一や第二帝国だけが存在する単一世界かと思っていたが、帝国の支配に抗う勢力、お国が他にもあったのかもしれませんな。なんかスターウォーズみたいだぜ。それにしても、スキンスパイダーってのは水中でも平然とスタスタ歩いていくんだな。しかも、ここの湖、深さが絶妙なせいか、わしらは水中判定で攻撃不可能ですのに、スキンスパイダーさんたちは当然のようにわしらの体をかじってきますぞ。私らはともかく、ビッチーはまだ泳ぎが達者じゃないからね。ここからは私がビッチーを抱っこしていくぜ。気づいたら地形に引っかかっているのは難儀なところだよな。ん？おう？村長、はいはいなんだい。見えてきました、見えてきましたぞ。ちょうどアラック盆地の中心くらいかな？ああ、ここに近づくにつれて、一層空も暗く、そして、赤い雨までまた降り始めてきやがった。まさに魔王城といった感じですな。なんだろう、これまでにも、私ら同じ形状の遺跡をたくさん巡ってきたけど、気のせいか、ここはそのどれよりも大きく見えるぜ。遺跡じゃなく、現在進行形である字が居座っている場所だからな。マップ情報も更新されたようです。スポット名、バグマスターの玉座、勢力はスパイダーとなっております。徘徊者数は118体か。運がいいぜ。ほとんどのクモさんたちは出払っているようだね。玉座の門前を守るように、スキンスパイダーさんが2体にブラッドスパイダーさんまでいるようです。しゃらくせえな。リーチの長い武器は屋内だとペナルティがかかる。ここは門前に陣取り、引き寄せられてきたクモどもを手早く処理していこう。了解です。コシコシしましょうね。メインディッシュの前だからね。できるだけブラッドスパイダーの攻撃を受けないようにしたいぜ。ミュウ、無理せずに下がっていろ。そういうわけにはいかんとです。また出てきましたぞ。レーンとグエンの息も合ってきたな。ただこれ、いちいちモス抜きしてとどめを刺すのが億劫になるようだよね。あんまりここにとどまっていると、血の匂いに誘われて、巡回中の118匹さんたちも集まってきそうです。ふむ、私も左足を軽くかじられているし、他の村民たちも少しずつ削られてきている。ビッティーは、これ以上攻撃を受けるのは無理だぜ。ビッティーさんは、よく頑張ってくれています。ああ、もう十分だ、ビッティー。この雲が片付いたら、私とグエンで門前を死守する。いいの、バーンおじいちゃんたち。バーンの言う通り、私たちはバグマスターに、そこまで興味はないんだ。そろそろ玉座内部にいたスキンスパイダーどもは打ち止めだろう。外から帰ってくるクモどもは、私たちで片付けるから、村長やる形は、城の内部に入って本懐を果たすといいさ。おお、なんだか頼もしいぜ。ねえ、何か私に隠してない？隠してない。まあ、いいか。どうやら本当に内部のクモさんは殲滅できちゃったようだぜ。何にもありませんな。バグマスターさんの居城なわけですし、てっきりもっとおどろおどろしい内装をしているものとばかり思っておりましたが、2階部分も、実に殺風景だな。村長、ドライミート、ドライミートがあるぜ。この色艶、3年ものですな。腐ってんだろ、まさかこれが無限の宝か？ねえねえ、この部屋の隅っこの方で、箱を見つめているおっさんは誰？おかっぱ、おかっぱ頭です。なかなかの抹装をしているな。腹筋 6LDK かい？おそらくはバグマスターに仕えている子分営だろう。哀れな。まともに服を買う給金ももらえていないんですな。背中から哀愁が漂っているぜ。と、ボケかますのもそれくらいにして、どうやらこの腰布まとっただけの前髪パッツン中年が、懸賞金10万キャットの剣士会レジェンドボス、バグマスターその人のようだ。ステータス自体は確かにとてつもないんですが、いやいや、ただのおっさんじゃん。見た目はただの純人間にも見えるが、数百の人食い雲に囲まれたこの土地に君臨しているわけだし、その川の下には何らかの秘密があるのやもしれん。気を取り直して。ふっし。バグマスターを、打ち取るとしようぜ。どうします？囲ってフルボッコで行きます？いや、赤マン。その選択肢は待ってほしい。その呼び方は非常に不本意です。バグマスターを倒すのはシェクの悲願。できれば一騎打ちで戦わせてほしい。ねえ、もう帰ろう。ここ臭いよ。それじゃあ我らシェク5人の中で、誰が一番にバグマスターとタイマン張りに行くのか決めようか。だからあんたはおまんじゅうでしょうに。どうします？ドラゴンボールや悠々白書よろしく、じゃんけんでもします？
いや、実はもう決めてあるんだ、赤マン。わしを呼ぶときには天使でお願いします。あたしらの中で一番マッソーのキレがあるもの。そう、あたしの相棒であるルカ、こいつにまず挑戦させてやってほしい。え、甘いものが食べたいな。ふむ、ルカ本人はどうなんだ、やりたいか？く、あ、ぜひ。ふふん、オーケーオーケー。ただルカ、お前の武器は屋内戦では不向きなフラグメントアックス。しかも、その投球はエッジじゃなくマーク3だ。俺の名刀、功労者の番犬をルカに貸そう。なんでしたら、私と霊夢で、バグマスターをルカちゃんが戦いやすい屋外まで誘い出そうか？ありがとう。でも、大丈夫だ。どうせなら、ビープ、仲間が撃ってくれた剣で、小細工抜きで、正面から戦いたい。ルカさん、いいだろう。ルカ、お前の角をへし折ったシェク王国の連中が、長きにわたって倒すことができずにいたバグマスター。私の懐刀であるお前が、真正面からぶっ倒してみせろ。あやいだ。わし、正直バグマスターさんを少しなめなめしていましたぞ。なんなのこの露出場、やったらと強いんだけど。バグマスターの討伐難易度は、ここにたどり着くまでの道のりにもあるんだろうが。確かに、シェク百人衆さんの部隊でも、あの大量のスキンスパイダーさんたちを切り伏せて、ここまで来るのは至難の技でしょうからな。でもバグマスター、やっぱり単体でもかなりあるで。ルカちゃんの攻撃はほとんど通らないのに、パン1パッツン中年の攻撃はザクザク通り上がるよ。防具で軽減できているから20ダメージ以下に抑えられていますが、生身に当たれば2発でチョンパ、あるいは死亡です。ルカの打たれ強さは私と同格。ルカでこれなら、軽装の私では割と危ない相手ってことか。ガンバだぜ、ルカちゃん。大丈夫です。ルカさんが倒れたなら、次はこのわしが行きます。これでわしの好感度的なあれもうなぎの滝登りです。ルカちゃんが削った後で行くわけ？それはずっこいんじゃないのかね。ルカ、カットも時戻しもなしだ。今回だけは、動画的なあれとかマジでどうでもいいから、ギリギリでも何でも勝ってみせろ。世の中、理不尽なことばっかりだぜ。戦場から生きて帰っただけで負け犬呼ばわり、そんなのはあんまりです。わしと村長が、一番最初にハロハロニューメンバーとして迎えさせていただいたルカさん。たとえ我らが剣士を離れても、もう私のルカが誰からも笑われることがないようにする。今日ここでルカちゃんが最強のチェクであることを、世界中に認めさせてやるんだぜ。ルカさん、剣の振りが、怪我のせいで、筋力が落ちたんだね。あと一撃強軍抜けたら終わりだ。危ない。ありがとう、みんな。お、やった、やったぜ。ふ、まあ、余裕の勝利だったようだな。ふふん、ははん、なんだその面、デコピンしちゃうぞ。いいですが、わしの顔面は硬いですぞ。ふし。ふん、それでは、我ら UIS が誇る最強の銃武器使い、女戦士ルカが、見事バグマスターを撃ち取ることに成功したところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。まったねー。